安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回は、ね、双眼鏡のこと番外編ということで、これからのシーズンに、ね、湿度が上がってきて双眼鏡をカビさせないために、ね、どうやって保管したらいいの、良いのかということで、安物大好きな私が実践している保管方法について、ね、お知らせしたいと思います。ね、お金がある人はあのね、でっかい防湿庫を買うのが一番いいと思います。うん、手間いらず。安心。ただね、でっかいね、防湿庫を買おうと思うとね、それだけで双眼鏡何個買えるかなって話になっちゃうというのが気になる人は、ね、ちょっと参考にしてみてください。でね、私が一番メインで今使っているのは、これです。メーカーがね、アスベル。キッチンボックス。で、いくつかね、タイプ持ってるんですが、これはね、NF50 というものです。高さが14.3センチ。内径じゃないですね。おそらくこの全体の容器の高さですね。なんですが、これがね、具合いいんですよね。よいしょ。よいしょ。これこれはあれですよね。前にお送りしましたビジョンキングの5倍25広角の双眼鏡で、だいたいこれね、大きさが背の小さい大仏30ミリクラスのと同じぐらいの大きさをしています。はい、ということで、ね、このね NF50 というね箱はなんとかな、大きさの割に平たいので、大仏25ミリの、ね、逆ポロとか、打破とか、あと背がちょっと低い大仏30ミリクラスの打破ぐらいなんかを立てて保管するにはちょうど良いサイズですね。でよいしょ。ね。ここに一応のシリコンのね、ゴムのパッキンが入ってますので、うん、下手なね、ドライボックスよりもね、マシですよ。昔ね、ドライボックス1個買ったことあるんですが、うん、それはいまいちでしたね。うん、あんまりね、なんとかな、パッキンが効いてる感じがしなくて、乾燥剤入れても湿度が上がっちゃったりしてね、良くなかったので、いろいろ探し求めた結果、これになりました。はい。で、これをメインにしつつ、よいしょ、これはダイソーとかで売っている、B 型シリカゲルの、ね、袋のタイプです。でね、シリカゲルには A 型と B 型というのがあって、B 型シリカゲルは調湿剤、湿度を調整する材料として使われることもあります、あるように、確か湿度ね、60% ぐらいより高くなると、湿度を、吸湿、湿度を下げるような効果が大きく働く。でね、湿度が低いときはあんまり吸湿しない。むしろ、ね、このシリカゲルが持っている水分を放出して湿度を、ね、上げたりする作用があるそうなんですね。なので、ね、湿度を調整する材料として使われることが多いそうです。でね、光学機器なんかは湿度が下がりすぎるとうまくないので、ね、そういう性質には割と向いているわけですね。この B 型シリカゲルはね。で、あと一応、天日乾燥なんかさせると、湿度が下がった時にね、シリカゲルを持ってる水分を放出するので、で、復活して、何回も繰り返し使いますよというふうな書かれ方をしていると思います。ただ、それがバランスするのがね、ちょっと湿度が高めなんですよね、要は 60% って先ほど言いましたけど。光学機器の場合はできたらもうちょっと下げたいと思いません?ね。40% とかだと理想的だなと個人的に思うんですが、そうするとこれはね、ちょっとバランスしないんですよね。ということで私が使ってるのはこれです。ね、ちゃんとしたやつだったらこの東洋リビングもモバイルドライとかいう製品がありましたよね。コンセントを挿して、湿度を飛ばして、復活させて、
ね、あのドライボックスの中に入れて使うっていう。ただそれお値段高いので安物好きなのでね、これあの靴用のね、乾燥機っていうのかな、うん、乾燥アイテムでね、コーデンの、リピート式脱臭乾燥機、乾燥キーパー、総の字がちょっと違うんですけどね、乾燥キーパーという製品です。でこの中に入ってるのは A 型シリカゲル、 B 型はね、あの湿度が下がってくると放出するって言いましたよね。 A 型の方はただひたすらに湿度を下げる効果しかないです。なので A 型シリカゲルはあのお菓子の袋なんかに入ってるのはそうですよね。あれは湿度を下げたいので、うん、 A 型シリカゲルはそういう用途に使います。で湿度を下げるだけのもので、でこれ単体でね使うと湿度下がりすぎちゃって双眼鏡用にはうまくないわけですよね。なのでこれをメインにね、 B 型シリカゲル100均なんかで売ってる袋をメインにしつつ、湿度を下げたいときはこれを入れるという具合で調整してるわけですね。これが湿度を下げて湿度が下がりすぎると、こいつらはね持ってる水分をね放出するので、なんとかな、それでバランスをね取るわけですよ。はい、よいしょっと。あ、ちょっとね、このダイソーなんかで言うとこういうこのタイプなんですけど、袋から出した直後はものすごく乾燥しているので、あのこの容器にねこんななって、あの買ってきてバンって入れてね、このままバンって閉めると湿度がすごい下がるので、それだけ注意してくださいね。うん、あの湿度がある程度、湿度が吸ってからならこうやってたくさん入れた方が調湿剤としてはいいわけですよね。要はバッファーとして使えるわけですね。こうね乾燥させた時これを入れる、でその時にこう湿度がこうもーっと出てくるというのをバランスさせるにはやっぱ量多い方がいいもんですからね。ちょっと言ってることが通じなくて申し訳ないですけど、頭の中で分かってるけど言葉にすると難しいですね。はい、うん、要は、うん、開封直後はものすごい乾燥しているので、うん、少量ずつ入れて、なんとかな、調整してみてください。一気に入れるとちょっと後悔すると思いますよいしょ。あ、で、あとね、よいしょ、念のために、ね、富士の張り防止剤を私は使っています。よいしょ。で、あとは、よいしょね、100均で売ってる、なんだっけ、湿度計ね、を使ってます。よいしょと。で、これをね、こう入れて、こんな方がいいかな。という感じでバランスさせて、これ閉めると。よし。で、これでしばらく様子を見て、ね、あの湿度が、なんとかな、下がりすぎるようであれば、これを抜くと。これを抜くと。ね。で、うん、湿度が割と安定してるようだったら、そのまま入れといちゃいます。うん、私はね。そうすると大体ね、これがね、湿度が、A 型シリカゲル、湿度を吸い終わるくらいまでね、結構そのままバランスして持っちゃうことが多いですね。うん。だから、これね、頻繁に開けたら閉めたりをする人は、よいしょと。調湿剤となるこれを多めに入れとくと多分、比較的に、バランスして、なんとかな。開閉が多くても耐えてくれるんじゃないかなと思います。よいしょ、はい、よいしょ。あ、で、あとこれね、ご注意ご注意です。このタイプもね、いろいろあるんですけど、基本的には軽いものを入れるようじゃないのかなと思うんですよね。ここを持っちゃいたくなるんですけど、ここね、ヒンジがあるので、このパッこのロックのね、うん、こうギュッとやるとそのヒンジを痛める可能性があるので、持つときは必ずここのね
こちら側の持ち手を持って移動しましょう、ね、よいしょ。でちょっとこれ片付けます。よいしょよいしょよいしょ、はい、でよいしょ。で他にね、これね、ダイソーで確か300円ぐらいで売ってる密閉容器なんですけど、で、ね、この中にね、これ先ほど言ったのね、乾燥キーパーを、あとこれドライボックスの中で使っていて結構もう吸湿しちゃった、湿度を吸いすぎちゃったようなやつはこうやって入れて、こうやって入れて密閉しておくとね、乾燥キーパーの表に出しておくとそのまま湿気ちゃいますので、こうやって入れておけば乾燥が保てますし、あとこのね、こういう B 型シリカゲルの、ね、天日干しじゃなくて乾燥した中に入れておけば確実にね、湿度下がって復活するので、うん、こういうやり方を私はしています。で、あとね、頻繁にね、開け閉めをしないような場合は、よいしょ、これ前に出しましたウルトラビューの箱ですね。で、これはね、容器サイズも小さいので、このね、 B 型シリカゲルだけで調整してます。で、これカビ防止剤ですね、はい、でこう入れといて、よいしょ、ね、湿度が上がってきちゃったら、よいしょ、こちらのね、乾燥復活させたシリカゲルのシートをこれとね、入れ替え、全部入れかげると湿度が下がりすぎちゃうなと思うときはこれね、1枚だけとか、ね、2枚だけとかというふうなやり方をしています。で、よいしょ、これぐらいの容器サイズで、うん、頻繁に開け閉めしないのであれば、うん、この B 型シリカゲルの、ね、シートだけでも割とね、持ってくれます。ね、これだとね、お値段も安いし、ただね、これ復活させるのがね、これ復活させるのがめんどくさいんですよね。天日干しすると復活するよって書いてあるじゃないですか、これね、 B 型シリカゲルのやつね。ただ実際やってみるとね、そんなにね、うまくいかないんですよ。なんかね、いまいち、うん、乾燥してくれないので、私はこういうのに入れてね、だからそれをやるためにもやっぱこれ必要なんですよね、電気の力で乾かす装置ね、はい、というふうにしています。で、今までの話は、うん、双眼鏡たくさん持ってる人用の話なんですけどね、でしたけどね、うん、そうじゃないよという人は、例えばね、双眼鏡を1個しか持ってない、だけど、ね、年に3回ぐらい 3,4 回しか使わないって人なんかはね、ここまでする必要はないわけですよね。で、確かね、ビクセンの取説に書いてあったと思うんですけど、そういう場合ね、一般的な保管方法としては、ね、風通しの良いところでね、暗所でね、保管するみたいなこと書いてあると思うんですけど、でそれ以外の場合は、ね、ビニール袋なんかに入れてね、密閉できるビニール袋に双眼鏡を入れて、あと乾燥剤を一緒に入れて、で密閉して保管しておくという方法もあります。で、この場合なんですが、ね、乾燥しすぎると良くないので、入れるのであれば、ね、この B 型のやつ、シリカゲルのCとか、あとね、もっと簡単なのは、ね、なんだっけ、あれ、白馬のね、キングドライでしたっけね。うん、白馬の強力乾燥剤、キングドライ。キングドライは乾燥剤がシリカゲルではなくて、木石灰。生の石灰と書いて、生石灰とか、木
切開というんですが、読み間違いが起こらないように奇切開というのが個人的には良いなと思うんですけどね。奇切開が使われています。で、奇切開というのは再利用はできない、で、湿度はひたすら下げるタイプの乾燥剤です。なんですが、このね、キングドライに関しては入っている袋の方に特殊な加工がしてあるというか、特殊な袋を使っていて、湿度が下がりすぎないようになっているそうです。なので、こういう風な密閉容器の中にそれ入れとくだけで比較的ちゃんとね、湿度がね、管理されるみたいなんですね。だから年何回か使わないけど、ね、カビ生えたら嫌だよという人はビニール袋にキングドライを入れて、それでも不安なら乾燥剤の他にね、カビ防止剤も白馬で確か出してますから、そういうのと一緒に入れて保管しておくといいかもしれないですね。マニア目線だとね、再利用できないのはちょっとね、コストパフォーマンスが悪いので、うーんって個人的には思っちゃうんですけど、ね、年何回かしか使わない、数も少ないっていうのであれば、そういうことでいいと思うんですけどね。奇切開は湿度をひたすら下げるタイプの乾燥剤なので、普通の奇切開のね、これ糊ね、板糊とか買うと、ね、石灰の乾燥剤入ってることあると思うんですけど、あれそのまま入れたらダメですからね。ひたすら湿度下がりすぎちゃいますので、あくまで特殊な加工をされている乾燥剤の奇切開のタイプだったら、そういう風な使い方ができるというだけの話です。はい、ということで、個人的にはこんな感じで、管理しています。防水の双眼鏡なんかだと中に窒素がね、充填されているので、そこまで気を使う必要はないかもしれないんですけど、ね、中のね、窒素だっていつまで充填が持つかわからないじゃないですか。なので個人的にはね、防水の双眼鏡も、ね、こういうドライボックスに入れて保管しています。ね、カビ防止剤も念のために入れます。ね、いつの間にかだんだんこれね、抜けてって、つまり普通の空気と入れ替わるわけですよね。そしたらね、もうなんとかな、非防水の双眼鏡よりも空気の入れ替えが起こらないからね、余計に立ち悪いわけですよ、場合によってはね。なので、日頃からカビが生えないような状態をね、環境の中にできれば置いてあげた方が、防水双眼鏡でもそうした方が良いなと個人的には考えています。はい、というわけで、今回これね、実は3回目 なんですけどね、なかなかね、話すの内容がね、納得できなくて3回目なんですけど、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。で、分かんないことあったらコメント書いてください。分かる範囲でお答えいたします。はい、それではごきげんよう。